おめでとう。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。4月18日日曜日、はい、今日はね定休日でございました。はい、でね、びっくりしました。先ほどね、まあ新型ねコロナウイルス感染症特別利子補給制度の、申し込みをねしてたんですけれども、まあその不備があってね、まあ通帳のコピー等がいるということなんで、先ほどね唐戸のセブンイレブンにねコピーしに行ってまいりましたところ、でついでにねなんかパッと目に留まってですね、おやつ単品だけね買ってレジに並んでたら、たまたまね、昔うちでねバイトしてくれてた元バイトくんで、トヨラのね後輩でもあるねバイトくんご家族がねたまたま入ってこられて、私がねレジ待ちしてたら、で昨日もねそういう話をしてたんですけれどもね、本日お子様が生まれました。うわおめでとうございます。はい、ね、その報告をね、レジでこのスナック菓子を握りしめながらね、聞くというね、なんともね恥ずかしい41歳でございました。はい、ね、今年はね本当コロナ禍でもう70万人出、子供がね生まれる数が70万人割るんじゃないかとね言われてる中、地元でね下関で、子供がね一人、しかも、知ってる子のね元うちのバイトの、このお子さんが生まれましたということでね、本当大変ね、めでたいなと思います。ありがとうございます。はい、ね、でさらに、今日ねというかですね明日からですねとうとう、はい、こちら、下関ね応援券といってねプレミアム商品券のやつですね、で 30% お得になりますよというね、プレミアム商品券の利用開始が明日の月曜日から4月の19日からねスタートするということで、うちもねトリマンも、利用可能店となっておりますので、皆様ねぜひ、ご利用しにね来ていただけたら、嬉しいです。よろしくお願いいたします。令和3年のね8月31日まで利用可能なので、まだだいぶありますね、約 3ヶ月ぐらいか4ヶ月かぐらいありますのでね、ぜひ、ご利用ください。予算がね何倍だかな26億円ぐらいかな、まあ、下関の、まあ、加盟店のみですけれどもね使えるのは、でまあ予約で申し込んだ方で予算が26億円やったかな、だからどれぐらい持つのかなっていうのはね分かんないですけれども、はい、待ってます。はい、というわけでね、まあ、今日はねもう先週がね、もう体力のね41歳の体力の限界をね、限界突破しておりましたので、さすがにね、くたばっておりましたね、くたばっておりましたけれども、習慣というものはね恐ろしいもので、目覚ましなしでね朝の8時ぐらいにね一回目が覚めておりましたね、まあ、そこから意地の二度寝をねしたわけなんですけれども、まあ、そこでダラダラしながら、洗濯しながらダラダラしながらでねまた夕方ぐらいになって、それでまた仕込みにね行きまして、でそこからまあね店内で、事務作業と、片付けと、あとのね仕入れと、ね、仕入れやね仕込みとをしながら、やっておりました。はい、でまあそんな中ね、大阪の方が1220人とね、まさかの日曜日ね、もう一番数が少ないと言われている日曜日で過去最高をね、更新したということで、昨日ね1100なんぼで、ちょっとピークアウトしたのかなってねいうような、まあ、希望的観測のねお話も、してたんですけれどもね、全く関係なかったですね、むしろどんどん、今からまた上がっていくのかなというような感じでしたね。で、まあ、菅総理がね、今アメリカ行っておりましたけれども、まあ、台湾の問題について、まあね、アメリカとやっていきましょうみたいなだけかな。
決まったのが、オリンピックね、まあ頑張ってね、まあ菅さん頑張ってますねっていうのをバイデンさんがおっしゃってたのと、でバイデンさんがね、オリンピックに来るか来ないかっていうのはね、特にまだ言及しておりませんっていうのと、あとファイザーのね社長に会おうと思ったらね、会ってもらえず、お電話でねお話ししただけと、でワクチンもね、追加で、大量にねもらうこともできませんでしたという感じらしいので、特にね何もなかったということですかね。はい、まあというわけでね、まあ明日株価だいぶ暴落するじゃないですかね。まあオリンピックバイデンさんが中止にしましょうっていうね、お言葉があるかなというのと、ワクチンねもらえるかなっていうのがね両方なかったので、結構バコンとくるかもしれませんね。はい、まあそれはね、まあお金持ちに任せておきまして、まあ問題はね、我々は、来週このね結構やばいですね、大阪の1220人っていうのがねかなりやばいなという感じですね。なんとかね、先週は週末ね2日間だけね、売り上げがあったという感じだったんですけれども、まあ平日はねボロボロで、で昼間のね流れもちょっといまいちだったんで、やばいなという感じですね。でまあこのね数字が出たんで、また来週もねやばいかなと。まあ昨日ね山口県が37人出てましたけれども、今日ね下関は0人ということで、まあ落ち着いてはね、まあそんなにまた一気にね増えるかなと、50人ぐらいいくのかなと思ってましたけれども、まあ今のところはね、そこまで増えずという形でございました。はい、まあちょっとね、まあまた様子見ですね。まあ今月いっぱい様子見ですね。はい、まあそこでまあ今まで通りね、まあコツコツやって、まあね黒字経営を目指してねやっていくだけですね。まあ売上をね、いじれも作るというね、ことには変わりないので、まあ粛々とね、まあそれでやっていきたいと思います。はい、まあそんな感じかな。まああとはね、このコロナニュースとこのねプレミアム商品券、どっちが勝つかなという感じかな。使いに来てくれるかな、それかまあテイクアウトとか、まあそっちでも使いますからね、まあそれに集中するのか、まあ実店舗にねご来店がどれぐらいいただけるのかっていう、まあその辺ですかね。はい、っていう感じですね。まあ今んとこ追い風はこれくらいかな。プレミアムね宿泊券っていうのが、この間ね、売り台第2弾かな、売り出されてましたけれども、まあコンビニでね、引き換えができたみたいなんですけどもね、まあ、すごい行列が できてたみたいなんでね、まあ半額ぐらいでね泊まれるという宿泊券だったみたいなんですけれども、ああ安ければ泊まるんだなという感じですよね。コロナあんま関係ないんだなと思っちゃいましたね。うん、飲食の方もどうなんですかね。安ければあるんですかね、やっぱ。うん、まあ GoTo イートの方もね、まあもう当たり前のようにね定着して、まあそれで支払うのがもう当たり前になってますけれども、じゃあまあ期限がねまだありますから、6月いっぱいやったかな。僕は販売できる、買えるのが5月の末かな。で、6月の末まで使えますよということになっておりますけれども、まあ買ってね、まとめ買いしている方もいらっしゃるでしょうからね、まあそれをどっかでね、使わないといけないということで、まあ使いに来てくれるのかなというような感じもありますね。まあ GoTo イートの場合はね、多分、予算がね、まだ多分余ってると思いますので、また再延長するんじゃないかなというような、気がしてなりません。はい、でまあゴールデンウィークはね、まあまた大阪じゃないや、東京のね小池知事も、緊急事態宣言ね要請しますよと、ね、東京には来るなとおっしゃっておりましたけれどもね、ということなんで、まあ大阪も当然ね緊急事態宣言要請するでしょうから、うん、東京大阪、緊急事態宣言ね、なりましたとなったら、
またね、我々下関山口県ねみたいな田舎の、地域はねまた大いに影響があるでしょうという感じですね。まあまた田舎の方はまあ協力金とかねなしで、まあ緊急事態宣言とねマンボウが出ない限りねそういうのはないので、まあ対象地域にはね、まあ、ギリ多分ならないと思いますので、また、東京大阪のまあそういう報道とかでまあ田舎地方がねまたかなり痛めつけられるんかなというような感じですね。まあ中途半端なね、大都市圏というかまあ人口の多いね地方都市ならねまあそこで感染広がってまたそういうマンボウなり緊急事態宣言なりというね方になるんでしょうけれども、まあ下関みたいにね、まあ、25万人ぐらいになるのかなのね、まあ人口がね、まあ、少ないような地方ではね、まあ、そこまで蔓延はしないでしょうから、まあ、結局何ももらえずに、まあ、ただただ自力で耐えるというね、またいつも通りのね展開が繰り広げられるだけなのかなと、ね、思いますので、まあ皆さんねあまり期待せずにね、まあ自力もね、まあ大概ちょっと限界があるでしょうけれどもね、まあそれでもね、まあ生きていかなくちゃいけないんでね、まあ何もせずにね、手をこまねいてね、置けばまあそのままね、終了という感じになりますからね、まあ生きていくためにね、あがき倒していくしかないんで、まあ我々ね、地方のまあそういう何も補助がないところはね、自力で頑張っていくしかないんでね、まあ地域の皆様にね、また助けていただきながらね、なんとか踏ん張ってまいりたいと思いますので、皆様ねまたよろしくお願いいたします。まあね今日は本当にねそうやってあのトリマン、まあ、新しいねトリマンチルドレン誕生ということでね嬉しいですね。またねうちで働いてた子がね、またそうやってパパになり結婚してパパになりね、お子さんが生まれて、まあ、幸せそうな、ね、家庭を築いてるのはね、まあ私はねまあ独り身でね、なのでね本当にうちに関わったね、トリマンに関わったね人が、幸せであるっていうのはね本当に嬉しいなと思いますのでね、本当にリアルタイムって本当今日生まれましたというお話だったんでね、そのまあ今出産立ち会いができないらしいんですよね、まあコロナの関係で、でまあお父さん以外のねパパ以外の面会ができるのもその退院、するまでできないという話なんで、あねおじいちゃんおばあちゃんはね、その子供のね、まあ生まれたばっかりとねその退院する頃じゃだいぶ顔が変わってるでしょうからね、まあ、その辺が、まあ今まあリモートでもねまあ動画で見れますけれどもね、動画とか、まあ写メとかね、まあ、動画でしょうね撮ってお母さんがね撮ってくれたのをねみんなで見るんでしょうけれどもね、まあそれでもね直接会えないのはねちょっと寂しいなと思いますので、まあコロナちゃんのねそういう影響がそういう出産にもね、関係するんだなというのをね、知りました。はい、というわけでね、本当におめでとうございました。はい、というわけでね今週、来週かもう今週か、もう頑張っていきたいと思いますのでね、まあちょっとまだへばっておりますのでね、今日さっさと帰って寝たいと思います。はい、はい、ご予約の方お待ちしております。03232169までお願いいたします。でチャンネル登録の方がね201人となっておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、終わります。